こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。日本と中国の通貨価値が急落し、アジア通貨危機となっていますが、韓国が最も危険だと警告を受けたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。世界2位と3位の経済大国である中国と日本の通貨価値が急落した中で、1997年アジアで発生した外国為替金融危機が再燃しかねないという米国ブルームバーグの警告が出てきた。グローバルファンドがアジア地域全体で資金を大挙回収すれば、急速な資本離れにつながりかねないという分析だ。グローバル金融投資業界では、アジアで貿易赤字が累積している韓国が通貨価値暴落で最も脆弱だという主張も出てきた。ブルームバーグによれば、今年日本円の価値はドル対比 25% 前後暴落し、中国領域内基準の人民元価値もドルに比べて 10% 以上墜落した。さらに大きな問題は、日本と中国が為替レート防御のための政策を展開する余地が大きくないということだ。一方、米国は金利引き上げ余力がまだ十分だという分析だ。実際に日本と中国はまだ超低金利基調を維持する中で景気浮揚政策を施行して、ドル対比日本円と人民元価値がずっと急落傾向を見せている。特に日本と中国がアジア経済貿易で占める地位があまりにも大きいため、最近の経済不安が波及効果を起こすと分析された。それではネットの反応です。それでトップが誰だろう。選挙をうまくやらなければならない理由。このような厳重な時期に経済は大統領が生かすものではないと堂々と言う人が大統領の席にいるから。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。